どうも皆さんこんにちは。皆さん恋愛に悩んでいますか？はい、ということで今回はこの恋愛マスターゆずきくんが皆様の恋愛相談にお答えしていきたいかなと思います。はい、はい、どうもこんにちは、ゆずきです。まあね、みんなに恋愛のね、質問いただいたので、まあ今回はね、その恋愛の質問にね、まあ軽くマリオカートやりながら答えていきたいかなと思っておりますと。はい。で、まあ早速ね、まあちょっとレース始まってからにしようか。はい、皆さん対戦よろしくお願いいたしますと。はい、どのコースになるのかな。音符はもう飽きた。音符はもう飽きたからやめてくれ。はい。あ、初めてかな。このコースやるの初めてだ。うわ、このコースさ、3DS でやったわ。はい、このネカマのゆずきってやつ、レート1030のゴミカスが僕ですね。はい。はい、ってことで、やっていきましょうと。はい、それでは早速、一つ目の質問いきたいと思います。元カノが教えられません。ちょっと待って、なんで始まんない？ちょっとで、始まんないんだけど。おい、元カノが忘れられません。元カノが忘れられませんじゃなくて、俺はマリオカートが忘れられませんなんだけど。おい。おい、ご通信エラーじゃねえだろうな。おい。はい。はい、ということで始まりました。はい、皆さんね、はい、元カノが忘れられませんと。はい、いうことで、まあ、お悩み相談いただいたんだけど、いや、これさ、まあ、前もね、話したと思うんだけど、元カノさ、忘れ別に良くない？なんか、まあ、よく言うじゃん。この質問ってま、割とあるあるじゃん。そのまま元彼が忘れられなくて、新しい恋に行けないんですとかさ、元彼のことを引きずっちゃってとかさ、言うけどさ、めめしめめし。めめしくて歌ってやろうか、俺が。めめしくてめめしくてめめしくて、辛いよーじゃないんだよね。深夜だから。歌うと怒られちゃうから、もうこれ以上歌わないけど。いや、めめしいよ。僕だったらね、まあ、別に元カノのことは別に忘れない。まあ、さ、まあ、元カノと別れたってことは、ま、何かしらま、理由があって別れたわけじゃん。その、まあ、ちょっと自分と違うなって思ったとか、まあ、価値観の違いとか、まあ、喧嘩したとかさ、まあ、それか円満別れとかさ、お互いにもっといい人いるからとかさ、まあ、別れる理由は何かしらあると思うんだけど、まあ、別れたんだったらさ、なんだろう、別に、うん、まあ、じゃあ例えば喧嘩別れだとしたら、もうさ、まあ、二度と、ま、その人とは、ま、会わないわけじゃん。で、まあ、思い出は別の思い出で、なんだろう、ああ、そんなことあったな。でも、ま、結局は喧嘩して別れちゃったから、うん、会わなかったんだなって、もう割り切るしかないじゃん。で、まあ、新しい子見つけるんだったら、新しい子見つけるしかないと思うし、うん。でも別になんか忘れられませんって言うってことはさ、忘れたいってことじゃん。だから別に忘れなくていいんじゃない？で、新しい恋をそれで焦ってさ、忘れられないからね、新しい恋っていうのも、相手方にそれは失礼かなっていうふうに俺は思うし、うん、なんかね、相手は真剣に恋見つけてんのにさ、こっちはなんか、なんだろう、まあ言い方めちゃくちゃ悪く言うんだったらさ、その、なんだろう、その自分の傷を癒すためだけに、うん、その恋愛を始めようとしてるわけじゃん。それってすごく相手に失礼だと僕は思うんだよね。うん、あんまりそれは良くないかなっていうふうに。うん、思うし、まあ、どうなんだろうね。わかんない。まあ、あくまでもね、僕の価値観だから、まあ、それはま、人それぞれね、違うと思うけど、まあ、みんなにアドバイスをね、一つだけするんだったら、その、別に忘れなくていいんじゃないかなっていうのは、僕は思いますね。はい。うん、なんで忘れようとしちゃうのかなっていう、その素敵な思い出はね、まあ、なんかちょっと臭いけど、素敵な思い出は別に素敵な思い出取っとけばいいし、まあ、喧嘩したことも、ま、別に言うて思い出なわけやん。うん。なあ、あの時喧嘩したなあ。まあ、でもまあ結局別れちゃったから、まあ、じゃあ次はね、喧嘩しないように、まあ、しようとか、まあ、いろいろま、考えるし。まあ、写真とかは別に、まあ、消したいんだったらさ、まあ、消せばま、いいと思うし、っていうふうに、まあ、僕は、はい、思うって感じですかね。まあ、皆さん、まあ、まあ、いろいろね、まあ、考えはま、あるだろうけど、元カノが忘れられない。まあ、これもよく聞くよね。元カノは忘れられなくて、みたい。でも本当にそれはね、無理やり作っても、無理やり新しい彼女、彼氏をね、作ってもいいことはね、起きない気がね、俺はするけどね。なので、まあ、絶対まあ出会いっていうのはさ、まああるはずだから、まあそんなになんか焦って作って、でそれでまた失敗してっていう、それこそ時間もったいないかなっていうのは、僕は思うので、それはね、ダメかなって思います。はい、ってことで次のレース始まったので、次の質問行こうか。
はい、またね、これ誰かラグいやついんな。おい、なんで毎回毎回こんな遅いねん。はい。では次、元カノにね、振り向いてもらう方法を教えてくださいと。はい。まあ、これ難しいよね。まあ、だって元彼と、だからそれもまあさっきの話、ちょっと通ずるところはあるかもしれないけど、まあその、まあ、未練があるってことでしょ。だから、まあ、もう一回やり直したいから、振り向いてほしいってことでしょ。まあ、でも一回さ、でも何らかの理由で別れてるわけじゃん。そしたら、なんか微妙だよね。なんか僕は、なんかまあこれと一緒にしていいのかわかんないけど、まあだから、なんか辞めたバイト先にさ、もう一回僕も行ったことあんの。ごめんね、ちょっと違うかもしれないけど、で辞めたバイト先に行ってさ、でも辞めた理由はさ、まあ少なからずあるわけじゃん。理由があって自分も辞めたわけ。でも、辞めるとさ、そのところの魅力ってなんか湧き出てくるわけよ。ああ、あの時はやっぱね、社員さんとかも良かったし、居心地も良かったしとか言って、で、なんかすがり始めるのね。で、新しいそのバイト先じゃなくて、そのね、既存のその元々働いてるところに2回目で辞めたくせに行くんだけど、そういうところって大体、あんまり良くない気がする。いや、やっぱり結局辞めたくなるし、だって辞めたくて一回辞めてんだから、だから彼女彼氏も同じよ、きっとね。その時は多分何かしらの、まあ、理由があって、やっぱりね、あいつといると居心地良かったしとかね、まあなんだかんだ、まあスペックも高かったしとかですね、彼氏欲しいけどとかいう時に、まあ、つい、ね、思い出しちゃうみたいな感じだと思うけど、それはね、なんかすがってるみたいで、あんまり俺はね、良くないんじゃないかなっていうふうに思うし、けどね、ただどうしても振り向いてほしいんだったら、それはもう正直に、伝えるしかないんじゃない。それはあの時はもう、まあ、こういう理由で自分は別れたんだけど、なんかさ、そういうのってさ、結構なんだろう、まあ、高校生とかだったらしょうがないけどさ、大人だったらある程度、なんだろう、僕も21で分かり始めたことだけど、やっぱりさ、言わないとさ、人って伝わらないわけよ。クソ当たり前のことだけど、クソ当たり前にできてない人って結構多いと思うよね。なんか我慢しちゃったりとかさ、言わなくても分かるよね、みたいな感じに思うけど、ね、自分もそう思う時も確かにある。でも、言わなきゃさ、結局、伝わんないし、それはね、多分言わなくても分かるよねじゃなくて、言った方が、いいと思うよ。僕ははっきり、そこは嫌なら嫌、でも ここは好きだったっていうことをちゃんと、伝えるべきだと思うね。よりを戻したいんだったらね。で、それで戻るんだったら別に戻るでもいいと思うけど、まあでも、まあ、わかんない。まあでもそれは、まあね、いろいろそれはさ、別れ方が結局ね、人それぞれ別れ方って、まあいろいろパターンがあるから、まあ一概にそれは正解は絶対ないと思うから、なんとも言えないけど、ただ、一回ね、まあバイト先じゃないけど、一回何らかの理由があって、諦めたってことは、で何らかの理由があってまた元に戻りたいっていう、だから、僕がね、よく考えるようにしてんのは、1ヶ月、まあ、それは自分で決めればいいと思うけど、僕だったら1ヶ月、その子のことを本当に、なんだろう、思い続けてたら、1ヶ月、まあ、思うじゃん。もうより戻したいな、みたいな。で、1ヶ月先も、ちゃんといや、やっぱり、1ヶ月、あれからね、思い始めてから1ヶ月、2ヶ月経ったけど、やっぱり、あいつのこと好きだわ、忘れられねえわってなったら、それはもう一回なんか、まあ、何かしらのアピールをするなり、正直に伝えるなりして、やったらいいんじゃないかなっていうふうに、僕は思います。なので、即決して、その日に、やっぱあいつじゃなきゃダメだわって言って、付き合い始める、またね、声をかけるんじゃなくて、やっぱ間を空いて、一旦頭を冷静にするのってめちゃくちゃ大事だと思うのね。だから、即決するんじゃなくて、まあ、冷静に、考えるのが、いいんじゃないかなと、僕だったら、はい、思うって感じかな。はい、参考になったでしょうか。まあ、あっさいかもしんないけどね、まあ、僕はそう思います、と。はい、それでは次の質問いきたいと思います。はい、次。まあ、キャバクラにね、彼氏が行ってるんですけど、そのキャバクラにね、行くのを、まあ、彼氏がやめてくれません。はい、どうしたらいいですか、と。まあ、これは、正直、彼氏が悪いと思うよ。これも、まあ、これもってか、まあ、恋愛全般に、まあ、言えることだから、まあ、恋愛に、まあ、正解ってないじゃん。だから、まあ、じゃあさ、逆に考えて、
あのホストにあの彼女が言ってて、彼氏さんは許せるのかなっていう。俺だったら絶対嫌だね絶対嫌だ。だって彼女がホスト行って貢いでるのとかも知りたくないし、なんかいや別に貢いでないし、そのドリンクだけであくまでもエンターテイメントとして、あのちゃんとそのお金はね決めてとかやって、ちゃんとルールを決めていくからって言ったとしても嫌だねまあうん、絶対嫌だね。まあ、知ってる人は知ってると思うけど、俺はまあ、そういう水商売に軽く関わったっていうのもあるっちゃあるけど、うん、あの、絶対嫌だね、それは。だから、その、あの、彼氏さんがどう思ってるのかは知らないけど、彼氏さんに聞いてみたらいいんじゃない？あの、うん、あの、自分は、その、なんだ、キャバクラにね、行ってるけど、私がホスト行ったら、じゃああなたはね、許してくれるのっていうのを聞いたらいいんじゃない？それで、いや俺は別に許すよって言ったら、別に俺は別にいいけどって言ったら、それはまああの要相談だよね。あのそこはさ、もうなんだろう、まあ交渉次第な部分であるじゃん、正直ね。あのまあ本当になんだろう、中にはってこの結構さ、別になんだろう、コンカフェとかさ、ガールズバーとかね、まあ結婚してやっぱその縛るのはさ、まあ僕だとしてもまあ嫌かな。やっぱり自分のまあコンカフェとかはさすがに付き合ってたりしたらまあ行かないと思うけど、まあ結婚とかして、まあやっぱりさ、それはさ、まあなんだろう、まあ言い方ミスるとちょっと怖いけど、怖いっていうかあんまりなんだろう、でもそれってまあしょうがないじゃん、正直。新しいものにさ、うん、あの欲するっていうのはそれはもう人間の欲だから、まあ言い方本当に悪く言うんだったら、彼女彼氏に飽きるっていうのは絶対あると思うね、ほとんどの。もうよっぽど誠実な人は、もうこの人だけをずっと愛し続けるっていうのはね、それはあると思うけど、でもやっぱりね、人間だから、それは飽きっていうのはさ、絶対来るわけよ。うん。でもそこを縛っちゃうと、それはなんか別れとかにつながっても難しいと思うし、っていうのもあるから、まあね、結果じゃあ柚木何が言いたいのっていうのをまとめると、まあ難しいね、本当に難しい。だからいろんな意見があるからね、結局難しいけど、あくまでもね、まあ柚木くんの意見を参考にするよって言うんだったら、まずはあの、え、じゃあ私がホスト行っててもいいのっていうのを聞いてみたらいいんじゃない。で彼氏がまあ2パターンだよね。いや別に俺はホスト行ってても別にいいよ、でも俺もキャバクラ行くし、お互いになんだろう、そのやりたいことはやるようにしよう、でもまあ恋愛は恋愛で、俺らは別に好き同士だしいいよねっていう形の恋愛も別にあると思うし、でもいや俺は嫌だよ、お前がホストは行ってほしくないって言ったら、それはさ自分勝手だよね。だからもうそれは彼女が責めていいと思う。じゃあ違うじゃんね、お前がね、そのお前っていうか、あなたがそのキャバクラ行ってんのと同じ気持ちだよね、嫌でしょね、あんたはその他の女とねイチャイチャしてるの私想像したくないんじゃんっていうのね、別に言えばいいと思うし、うん、まあそうかなだからまあ2パターンじゃない、とりあえずは2パターンかな、うん、そこをまず聞いてみないと話は始まらないかなっていうふうに思うから、まあそこを聞いてみたらいいんじゃないでしょうかはい、うん、まあ難しいよね、正直。まあ正解は別にないと思うから、まあ、いろんな形のね恋愛があるからね、それは否定するのも間違うかなっていうふうに思うし、それでお互いに了承してんだったら、うん、別に僕はいいんじゃないっていう風に思います。ただ僕は絶対に嫌なので、あの彼氏が逆にね、逆パターンだよね、あの私ホストに行きたいんだけど、あのゆずきね、キャバクラ別に行ってもいいから、うん、あの私がホスト行くの許してって言っても嫌だって言うからまあでも分かんない、でも結婚5年付き合ってる段階では嫌だね。でも結婚5年目とか、まあある程度経ってもう、まあ、30の後半とかだよね、なんかね、節目のなんだろう、まあ、子供がいる時とかさ、子供がなんだろう、この結構重大な時とかさ、そういう時になんかそういうこと嫌だけど、なんかもうある程度落ち着いてきてさ、もうなんかなんだろう、まあそういう、わかるじゃん言いたいこと、なんかもう落ち着いてきて、もう夫婦固まってきたなみたいな段階で、うん、あのお互いのこう好きなことをやり合うっていうのはいいんじゃないかなと思うけど、付き合ってね、ラブラブしたい段階でのそれは絶対に僕は、うん、嫌かなっていうふうに、もう年齢も近いからさ、まあそういうね、まあ何があるかもわかんないわけで、ワンナイトみたいなのしてるかなとかいうの考えちゃうしっていうのもあるので、僕だったら嫌かなと、まあいった感じですね。まあなので、まあそこはまあ要相談かなと、僕は思います。はい、次。
ゆずきくんは好きなタイプが何、好きなタイプはどんな人って言われた時に何て答えてますか。はい、これもね、なんか前あの、まあ、てか全部ね、今回の動画、まあ、ショート動画で前に上げたお話だからね、もしかしたら聞いたよっていう人も、まあ、いると思うんだけど、あの、まあ、僕はね、中学の時にこれね、男子諸君ね、マジで参考にしてほしいんだけど、中学の時に言ってたあの言い方っていうのが、言い方って別にあの本心なんだけどね、それは作ってるとかじゃなくて本当に本心なんだけど、でも、まあ、妹とか家族に言っても、それはね、あの、いい答え方なんじゃないって言われる答え方があって、それがどんな答え方かって言ったら、あの、まあ、女子にさ、まあ、ゆずきくんの好きなタイプ何って言われたら、あの、可愛くなろうと頑張ろうとしてる人っていう風に言ってたのね。そう、それがなんでそういう風に言ってたかっていうと、なんだろう、まあ、別にそれが嫌なわけとかじゃないけど、自分が少なからず、例えばじゃあちょっと外に出る時とかは、まあまあちょっとだったら、まあちょっとの範囲がまあみんな違うからわかんないけど、まあじゃあちょっと、じゃあ本当にすぐ1分のコンビニに来ますとかだったら、全然そのパーカーとかね、軽い全然なんか体操着とかね、スウェットとかで外に出てもいいけど、なんだろう、ある程度さ、こう外に遠出する時とか遊びに行こうっていう時に小綺麗にしてくれる人。でもさ、中にはさ、女子の中でもなんだろう、結構ズボラじゃないけどさ、あの、まあ、そういう、まあ、男でも女でもさ、デートの時とかでも、スウェットとかで来る人っていうのは、まあ、一定数いるわけじゃん。でも、もちろん別にそれがね、いいっていう人もいると思うし、それを否定するつもりもないけど、僕は、あの、自分がなんだろう、逆にそういう遠出するときは、ちゃんとしたいっていう人だから、やっぱりどうしても、まあ、人にも求めちゃうのね。まあ、わかんない。性格にもよるから、一概にはそれは言えないけど、でも基本的にはそれを求めちゃうのね。で、まあ、だから、その、顔がその綺麗とかじゃなくて、ある程度人間ってさ、僕もそうだけど、まあ、実写動画見てもらえばわかるけどね、そんなに別に、なんだろう、別にイケメンでもないし、なんだろう、綺麗でもないし、まあ、デブだしね。別にそんなにさ、ね、誇れるルックスではないけど、それでもなんか、おしゃれすれば、なんか、そういうなんか、なんていうの、なんか、なんちゅうの感想、ブスだねとかね、そういうことは別に言われたことは別にないわけよ。そう、難しいけどね。そう、だから、まあ、つまり何が言いたいかというと、まあ、ある程度一定の、まあ、なんかそういうおしゃれとか、まあピアス、まあ、別に、まあ、アクセサリーとかだよね、まあ、ネックレス、ピアス、アクセサリー類だったり、まあ、服をねちゃんと、まあ、新宿とかで買うとか、まあ、あの1000円カットとかじゃなくてね、あの美容院に行くとか、まあ、そういうことを言ってちゃんと、なんだろう、あの、綺麗になる努力をしてれば、あの、まあ、まあ、言い方難しいけど、ね、そのルックスがね、整ってない人とかでも、全然綺麗にはなるんじゃないかなっていうふうに思うのね。特に女子は、メイクとかも、まあ、あるわけじゃん。そう。まあ、別にね、あの、僕はそこは、あの、顔とかだから重視とかは全然しないかなっていうふうに思ってて、そう、あの、全然ね、服とかメイクとかで本当に人って変わるからね。そこは男も女も同じで、うん、まあ確かにね、それはまあ顔がね、それは良ければさ、逆にじゃあね、じゃあ橋本環奈がさ、スウェットとなんだろう、ダルッとした体操着でいても、まあ可愛いじゃん多分。まあ、でもなんだろう、そのおしゃれしようとしてる姿勢も含めて可愛い、なんか可愛くなろうとして、なんかいろいろ選んでるところも愛おしいというか、そういうところも自分はなんか好きかな。どうしたら自分はもっと綺麗になれるだろうっていうふうに研究してるところも想像したら、なんか自分はいいなっていうふうにそう思っちゃうから、やべえな、ちょっとあの熱くないし、全然レースに集中してないんだけど、そう。まあ、なので、まあ、僕はそういうふうに答えて、で、周りのね、女子とかからね、結構、うん、なんだろう、いいね、その答え方はめっちゃいいんじゃない、確かにその通りだねって、あの当時、まあ、中学と高校でも言われたけど、いろんな女子からね言われたから、まあ答え方は迷ってるよっていう人がいたら、まあ、そういうのを真似してみたら、うん、あの割と高評価なんじゃないっていうふうには思うので、まあぜひね、それで迷ってるよっていう人は、うん、まあ、見た目とかじゃ本当になくて、うん、そのおしゃれとかに気遣ってて綺麗になろうって努力してる子が好きっていうのは、まあ、男でも女でも好感度上がるかなっていうふうには
思うので、うん、まあ、ぜひ真似してみてくださいっていう感じで、はい、今回は恋愛相談もう20分間撮ってたね、うん、恋愛相談お答えしてみましたけど、参考になりましたでしょうか。はい、参考になったら非常に嬉しいですはい、って感じで、まあ、今回はまあ割と真面目な動画だったけど、まあ、また明日もねマリオカート、まあ、ガンガン上げて、まあ、レート上げだったり、まあ、雑談もやるし恋愛相談もやるし、まあ、いろんなことねやっていきたいかなっていうふうに思うし、まあ、こんなことね、まあ、やってほしいよって、まあ、できればマリオカートやりながらでできる、まあ、トーク系の話でもこういう話題取り扱ってほしいよとかいうのがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけたら非常に助かります。はい、っていう感じで、まあ、今回はこの辺で終わっていこうかなと思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。